来る時にはもう家畜が結構流されている状況なんだなの、まあ、とかも見て、来まして、それでここに来た時に弟が亡くなったってことをし、まあ、そこで遺体捜索をしている親の方々から教えられて、でそれがもう5日目だったり6日目あたりですかね。その亡くなった人たちの表情を見たときに一番初めに思ったのは、なぜこういう被害が出てしまったのかって。だとしたらもう二度とこういった表情を作らない、こういった人たちを出さないことが残された人の役目なんじゃないかとずっと思っていました。子どもたちもそういう震災についてこう知ったりとか考えたりとか、自分たちが発信するとか、そういうことってすごく大事だなと思って、それは自分の経験からすごく思っていたことだったので、そういう場を提供しなきゃいけないなってすごく思ったんですね。